ね、孫が子供がパパが間違えた間違えた言ってます、ね、今日はオッケー、マイク取りです。オッケーです。はい、それではちょっとセッティングしますので、お待ちください。次はコウさんです。はい、こんにちは、元気マグネットの、歌う美容志向でございます。今日はたくさんの人、そして、やはり春らしくなってきましたね。暖かくというよりはもう暑くて、朝から庭の 草抜きというか根こそぎ草を取っておりますね。日差しに負けるので仕込みとしてテントを作ろうと、もうなんかキャンプをしているような気持ちになりました。非常に影の中で草取りを取るているとモチベーションが非常にかかりまして、楽しく草を取っておりました。今日リクエスト2曲ほどいただいております。ここでは大体演歌を歌っておりますので、あと2曲ほどリクエストいただいたので一緒に歌ってみたいと思います。聴きください。リクエストいただいた曲が女心を歌ってたんで、今日は女心を歌ってみようかなと。今でも
一人だ。あなたに伝える人もない私の遠い青春も、あなたはずっと主人公。眩しすぎて眩しすぎて、今も瞳をそらす。あなたの遠い青春も、私はきっとエキストラ。それでもいい、同じ季節を生きた。ご夫婦でいただいておりまして、先月ねちょうど来れなかったんで、賞味2ヶ月はございましたけど、1週間前からちょっと練習しまして、まずご主人の方からいただきました。東京迷い猫、知りませんでしたね。曲を作って歌ってらっしゃるのは小田純平さんという方でございましたね。いい歌です。いい歌でした。びっくりしました。はい、ご存知の方いらっしゃいますか。小田純平さん、非常に渋い声で、ちょっと自分の声とは違いますけど、やってみたいと思います。あんた今から帰るから、許してね。あんな男に口説かれ惚れて、どうかしてたよ、どじったよね。やけに今夜は、やけに今夜は冷えるから、お酒飲みたいよ。私東京迷い猫。あんた今から帰るから、開けておいてね、ドアの鍵。谷間をさまよい歩きゃ、空でカラスが笑ってる。みぞれ混じりの、みぞれ混じりの雨の街。車検にしないで思えるよ、私東京迷い猫。
から帰るから何も聞かずにがいいってよね。一つ二つはぶってもいいよ。水に流してチャラにして、あっていいままで、勝手気ままで悪いけど、あんたの膝が恋しいよ。あたし東京迷い猫、あんたとお酒飲みたいよ。あたし東京迷い猫。玄太でしたかね、玄さんね、その昔、いちご白書坊一度というね、バンバンというグループにね所属してました。最初3人組で出ましたけど、高山さんは外れて2人組で、いちご白書坊一度はね大ヒットしましたけど、それで演歌に入ったというかね、非常にいろんな方がコピーというか一緒にやられてるというかカバーしている歌ですよね。ちょっと心を凍らせていい曲です。あなたの愛だけは、今度の愛だけは、他の男とは違うと思っていたけど、その度に背中が恋悲しくて、いつか切り出す別れの言葉が怖くて、心凍らせて、愛を凍らせて、今がどこへも行かないように心凍らせて、夢を凍らせて、涙の終わりにならないように、愛じゃなく子供の愛じゃなく、命捨ててもいいこの力って言ったけど、あなたのその胸はいつでも遠すぎて、きっと理想の誰かを宿して生きて、心流されて、愛に流されて、今も思い出つかまりながら、心流されて、夢に流されて、あなたの右手とはぐれるように、
らせて今がどこへも行かないように心凍らせて夢を凍らせて涙の終わりにならないように。またリクエスト何かありましたら言ってください。一生懸命やろうと思います。はい、結構ばっかりね歌ってましたけど、ちょっと女心というか、懐かしい曲を一つ聴きたいと思います。大好きな伊勢正道さんのね曲でございます。あの歌はもう歌わないです。最近仕事が辛くてね自分をこう高めるためにも、好きな歌を歌ってみようかなと、翔くんではございませんけど この歌はあの歌はもう歌わないんですか、物語風にね歌ってあの詩ができております。好きな彼氏だったんでしょうかね、別れて、そのコンサートにね、自分のために作ってくれた曲をひょっとしたら歌ってくれない、くれるのかもしれないという淡い期待を持ちながら、日々過ごしてるとかね、そんな感じの歌です。聞いてください。あの歌はもう歌わないですか。今朝自分の片隅にぽつんと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。去年も一人で誰にも知れず一番後ろで見てました。あの歌もう一度聴きたくて、私のために作ってくれたと今も信じて、あの歌を初めて出会った坂の途中の小さな道、あなたはいつも歌っていた。安いギターをいたわるように、あの店のマッチ箱一つ、今でも時々取り出して一つつけては普通に消します。あなたの香りがしないうちに、傘の中帰り道、そして二人で口ずさんだあの歌はもう歌わないのですか。私にとって思い出なのに、
今からおそらく僕が15、6の頃、6歳か7歳の頃の歌、もうちょっと言ったのかな、18ぐらいかもしれない。まあとにかく、非常に懐かしい曲でございました。あと10分ありますね。もうネタが切れましたけど。とは言いつつ、もう一つ、今度は人に皆さんがよくご存知の、大好きな曲が、結構好きな方いら多いじゃないですかね。忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。一緒に眠るのでしょう。
自分のオリジナルでいきます。だるま聞いてください。なんかいいことないかな。夜な夜な遊んでたあの頃、飲め越しねワゴン飲み干す酒に飲まれため息ついた。星が消えてく夜明け前、寝転がっただるま、また起き上がる。目つぶって生きてたやつ、両目を開けて住んでた街でもがいてもがいて夜明けを待った。アスファルトの冷たさ、己の乾いた空気を吸い込み、人もまばらな路地裏でつまずいた。だるまはまた起き上がる。だるま、だるま、だるま、転んで生まれて繰り返す。だるま、だるま、だるま、
ました。はい、こうさんでした。はい、ありがとうございました。はい、次は、藤井和美さん。これはあの今日は何人来る？あ、ヘルプで入る。あれどこ行った？今日はあのなんかあの、いろんなもの吹きますんでね、多分吹かないのはホラーぐらいのもんだと思います。はい、ほら、はい、そんなこんなでね、準備がね、いろいろな楽器がいつも何持ってくるかよくわかんないんでお任せしたいと思います。なんか、王子がヘルプで入るらしいんでございます。はい、はい、ということでお任せしたいかなと思いますね。ちょっと待ってくださいね、セッティングちょっとしたいと思います。マイク何本？